史上最高の選手を目にしている現地時間9月19日のマーリンズ戦後、SNS では大谷翔平、ドジャースを称賛する言葉が溢れた日米両国の X では彼の名がトレンド入りし、その注目度の高さを物語った。 動画大谷翔平が3打席連発で51から51達成3本塁打を一気にする反響が相次いのも当然だろうこの日に1番指名打者で先発した大谷は6打数6安打3本塁打2盗塁10打点と衝撃的な活躍を披露いまだ誰もやったことがなかったシーズン51本塁打51盗塁を記録した間違いなく野球史に残る伝説的な偉業をやってのけた大谷 そんなイサイがこの日に記録したのは51から51だけではなかった。まずは打点だ。乱れ打ちで10打点を記録した大谷はシーズン120打点に到達。これで松井秀喜氏が2005年に記録したシーズン日本人選手記録116を更新した。かつて松井氏は僕が小さい頃からずっと見てきたし。 同じ左バッターとしても憧れてるような存在と語ったこともあるだけに本人にとっても重要な記録といえようまた大谷はシーズン中の同一試合で本塁打と盗塁した回数を13に更新 MLB 歴代1位の通算1406盗塁を誇り史上最高のリードオフマンの異名を持つリッキー・ヘンダーソン当時ヤンキースが1986年に残した記録に並んだ さらに1試合で6安打3本塁打10打点2盗塁を達成したのは大谷が史上初。5一1から5一1と同時に別の快挙も成し遂げていた。記録ずくめ1日を過ごした本人が一生忘れられないと言ったようにこのマーリンズ戦は文字通り野球史に残る伝説